ドレクスラーはアメリカ海軍の駆逐艦、アレン・エム・サムナー級駆逐艦の一隻。艦名は名誉勲章の受賞者、ヘンリー・クレードレクスラー少尉にちなむ。ドレクスラーはメイン州バスのバス鉄工所で1944年4月24日に飛行する。1944年9月3日に LA ・ドレクスラー夫人によって命名、浸水し、 1944年11月14日に RL ウィルソン艦長の指揮下収益した。収益後は1945年1月23日にバージニア州ノーフォークを出港し、空母ボ,ボノム、リシャールの護衛としてトリニダード島へ向かう。2月10日にサンディエゴに到着し、3日後新珠湾に向かい対空、及び艦砲射撃訓練を23日まで行う。 その後がダルカナル島を及び、ウルシー干渉を経て、沖縄振興部隊の集結地域に向かうこととなった。ドレクスラーは1945年3月27日に、ウルシー干渉を出港し、沖縄近海で、レーダーピケット任務に就く。5月28日を迎えるまでの間、ドレクスラーは、神風特攻機を3機撃墜し4機を撃破して、 特攻の修正についてに熟知していると自認していた。5月28日7時頃、2機の特攻機がドレクスラーとローリーに突入する。この特攻機は日本海海戦の勝利を祝った海軍記念日を期して繰り出された菊水8号作戦で出撃してきた練習機ギクで編成された特攻機であった。これらは雨雲を突き抜けて突撃してきた。 ドレクスラーの乗組員からは、接近してくるシラギクは、時代遅れの練習機には見えず、操縦しているパイロットも、経験を十分積んでいるように見えた。シラギク1期目は、両艦の砲撃及び戦闘紹介任務に当たっていた、戦闘機の攻撃で撃墜した。2期目はローリーへ突入しようとしたものの失敗し、ローリーとドレクスラーの間に墜落するかに見えた。また、突入にって、 反転の誤解中に自爆していくようにも見えた。しかし、この特攻機は次の瞬間に、ドレクスラーの新正面方向から突入し、観光部に突入して、ボイラー室と機械室をつなぐ蒸気パイプを破壊した。ドレクスラーは、動力がすべて停止し、10カ所にわたって、ガソリンによる大きな火災を生じた。大きな損傷にもかかわらず、ドレクスラーは、砲撃を続け、 敵機3機の撃墜に貢献した。しかし、艦内の乗員は閉じ込められ、外に出ていた何名かの乗員は、衝撃で海中に放り出された。7時3分、別の特攻機が炎上するドレクスラーの上部、構造物に突入。ドレクスラーは、凄まじい爆発が続き、無限に傾斜。2機目の突入後1分に満たない時間、あるいは50秒も経たない時間で、 北緯27度06分統計127度38分、北緯27.100度統計127.633度、12 27.100127.633の海域で転覆の後、完備から沈没していった。短時間で沈没したため158名が死亡、艦長を含む52名が負傷した。ドレクスラーが沈んだ海域は、油が漂い。 そこには、救助を待つ生存者とイン地方の空薬莢が散らばっていた。空薬莢が人間の頭のように見えたのか、救助官邸は生存者捜索に少々難儀した。ドレクスラーは第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。